中国農業銀行中国農業銀行は中華人民共和国の銀行である。中国銀行、中国交渉銀行、中国建設銀行と並び、中国市大商業銀行とされる。香港における金融最大手の8行5法の一行である。北京に創業を置き、全国31の省、自治区、直轄市と新疆生産建設兵団に一級分校を置くほか、 大連、新鮮、チンタを、ネーフアモイに直属文庫を置く。下級支店網は、全国の農村をカバーし、店舗数は4大商業銀行中最大である。さらに、中国一気外では、東京、ニューヨーク、シンガポール、香港、ソウル、ドバイ、フランクフルト、シドニーに支店を設置し、ロンドン、モスクワ、ルクセンブルクに、現地法人、その他、台北等に、 海外駐在院事務所を置く。また、長春、天津、武漢に養成学校を開設している。2021年8月時点、東京支店では法人業務のみを取り扱っており、個人業務の取り扱いはない。2020年末の総資産は27.21超人民元、貸付残高15.17超人民元。 預金残高20.37兆人民元、純利益2164億人民元であった。2021年の米、フォーチュン市の世界トップ企業500に入り、利益ベースでは世界第29位である。また、イギリスの金融専門誌、ザバンカーの銀行ランキングで、ティア1資本で世界3位である。2020年末現在、 農業銀の個人顧客数は8億6千万個で、国内に22,938店舗を展開している。2009年の新規融資は、過去最高の一兆人民元と、ニュージーランドの国内総生産を超える規模だった。2008年10月21日、恩下法主催による国務院常務会議において中国次第、国有商用銀行のうち唯一、株式会社化されていなかった。 当校の株式会社化に向けた改革実施案を概ねで決定した。産農問題の解決に向けた弾みとなることが期待された。2010年7月15日に、上海株式市場 A 株、16日に香港株式市場 H 株に上場し、両市場で193億米ドル、オーバーアロットメントが行われた場合は220億米ドルを超える資金調達。 世界最大規模の IPO となる。新規株式公開価格は H 株の3.2本コンドルの予定。2020年末の不良債権率は1.57%であるが中国次大商業銀行全体での不良債権率の上昇が過去にも伝えられており、直近でも報道されている。加えて中国農業銀行は過去の経緯から 利益率の高くない農村などの田舎地域を広くカバーしており、そのこともあってか海外での株式上場の目処は立っていない。農業銀行の前身である農業共同銀行は1951年に中国農民銀行及び共同銀行の合併により誕生した。しかし、翌1952年には中国人民銀行と合併し、 一旦は消滅したが、1955年には中国農業銀行として再び独立した。1950年代、中国農業銀行は当時社会主義体制下で唯一の銀行とされた中国人民銀行の子会社として地方金融、農業に対する開発、投資、融資を担当していた。1960年代に入り、中国農業銀行は 国務院の監督のもとに入り、従前からの業務に加え、政府の農業支援予算を取り扱うなど、農業関係信用事業全般を担った。1979年には、特殊銀行から商業銀行へ、組織形態を変更し、さらに株式会社として開組され四大国有、商人の一つに名を連ねた。中国では1990年代に、 国営金融機関の改革が始まったが、農業銀行も1994年には農業政策関係の部門を中国農業発展銀行に分離した。さらに1998年には中国政府より資本注入を受け、新旧分離方式により、母家で3458億人民元の不良債権を農業銀行のバランスシートより分離した。 分離された不良債権は中国、頂上資産管理講師に引き渡された。燃料中国業。www.abchina.com。2021年8月4日閲覧。第29位。安債、世界500杯名最小6位。トップ1000ワールドバンクス2021。 w w w t o p 1 0 0 0 w o r l d b a n k s c o m 2 0 2 1年8月4日閲覧中国農業銀行の IPO220 億米ドルを超え世界最大規模にイコール関係筋中国四大銀の原則鮮明24年12月期不良債権36%増を中国景気回復も不良債権が 二パーセ22%増、ありがとうございます。